どっかのパーキングエリアなのに、あ、もしか7時間ぐらい、もしか5分ぐらいの移動時間で札幌駅に到着。やーべ、めっちゃトイレ行きたい。雪降ってんな、寒いな、トイレ行きたいな、あ、そこでやばいな、トイレどこだよ。で、今転んだ、ここで、だけど調べて調べてないけど両手もめちゃめちゃ重たいな、ね、私で凍結してるんだよね。超危険、超怖い。ほら出腹くじきできた、やべえ。はい、次皆さんからと思います。今札幌駅に着きました。1時を回ったぐらいかな。ご飯探しに行こうかな。東北とかのそのくせなんか雪降ってるんで、じゃあ漫画喫茶を探しに行きましょう。すっげー。